おはようございます、鳥ちゃん。朝のご飯を支度しようかな。果物、オレンジとキウイとミニトマトです。今日はそれでナッパ、これ切り口を濡らしたティッシュでくるんでこうやって突っ込むと長持ちします。そしてこんなのローリーフード用の果物を食べるトレイの粉にちょい足すんですけど、このネクターペレッツ大好きみたいで、果物好きな鳥用のベタファーム社のものです。どうなかなって言うとこんなつぶつぶです。そしてこれは乾燥納豆。これすごい体にもよくって、鳥ちゃんも大好きみたいです。乾燥納豆、匂い嗅いでみろ。食べたり、下に引いてて、くるくるくるっと巻くと、よいしょ、全部取れます。で、これはね、枕カバーなんですよ。それの裏のゴム紐取っちゃって、もうくる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 ってして、布を使ってるかっていうと、うちのペンちゃんが足が悪くって下にいる時が多いから、布を使っています。洗濯すると繰り返し使えて、くるくるのところに座ってたりするんで、こうしました。で、もう一個、よいしょ、タオルの枕カバーを三つ折りにして、これをね、いろいろ考えたんですけど、こういうふうに蛇腹にするのが一番よくて、キューッて入れて、これと、靴下に、まあ布でも靴下もう一足でもいいんですけど、ちょっとクッションのあんこ的にグッピーって言ってね、で内側で、これがソファーです。ここの間に持たれて眠ったりします。はい、ご飯来てよ。さてと、はい、果物ですよ。ね。そして、あ、すいません、忘れてました。あとキッチンペーパー幅を合わせて、はい、いきましょう。銀ちゃん尻尾ちょっとごめん。はい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 。
しいね、綺麗になってね。綺麗になって嬉しいね。はい、これ紙を引いとくとね、後で取り替えやすいから、1日3回ぐらい取り替えます。はい、お待たせしました。まずお水、ちょっとルイボスティー、今日はルイボスティー、はい、よいしょ、果物、はい、ローリーフード、この辺食べようね。おいしそう。はい、よし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 はね、ここに挟むととってもうちのはいいです。これで朝のルーティーン、鳥ちゃんのご飯のセットでした。あ、よしよね、いつもみっちーちゃん見守ってくれてるね。